オルガー・ネルソンと太イは、アメリカ合衆国イリノイ州出身のアメリカ陸軍の軍人、退役時の最終階級は少々。1952年から1958年8月まで、レッドストーン兵器省の司令官を務め、ベルナー・フォン・ブラウンと共に、アメリカ陸軍でのミサイル開発、及び後の宇宙開発に道を開いた、ミサイルパイオニアの一人である。レッドストーン兵器省の地元である。 アラバマ州、ハンツビルやアメリカ陸軍では、ミスターミサイルの愛称で親しまれる。若かりし、コロノトフトイ、ROTC 士官候補生時代、オルガー・ネルソントフトイは、イリノイ州マルセイユで、1902年10月31日に生まれた。彼の軍隊でのキャリアは、1920年に、ウィスコンシン大学の予備役将校訓練課程の士官、候補生から始まる。 その2年目に、彼はアメリカ陸軍士官学校学生に任じられ、1926年に同校を卒業。基礎的な飛行訓練を受けた後、沿岸砲兵連隊に転任し、砲兵中隊長としてハワイで3年務めた。その後、ウェストポイントに戻り、そこで教官として5年間任務に就いていた。1930年代の半ばに、とフトいは、 パナマ運河の太平洋側において、機雷防衛を指揮するよう命じられ、1938年には、ォートモンローの機雷貯蔵庫に転属した。彼はそこで工業部と研究開発部のチーフとして6年、勤め、第二次世界大戦で広く使用された新型の、完成機雷システムの設計、開発を指揮した。左からアブマ司令官ジョンビーメダリス少将、ベルナー・ホン・ブラウン。 トフトイ、トフトイの表情が印象的。1944年に大佐であったトフトイは陸軍兵器技術情報チームの本部長となる。陸軍兵器技術情報チームはヨーロッパで活動し、捕獲した敵の武器弾薬や装備を探し出し、評価するために存在した。同チームは第二次世界大戦におけるナチスドイツの最も優れた二つの兵器、 V1 飛行爆弾と V2 ロケットに関する十分な報告書を作成し、現物の見本をアメリカ本国に送るよう命じられていた。これらの兵器は、ベーネ・ミュンデで,でベルナー・フォン・ブラウン博士率いる科学者たちによって開発されたものである。これらのロケットの創作が進行中に、トフトイの副官であったジェームズ・ P ・ハミル少佐は、ハルツ山地へ逃亡したフォン・ブラウン博士と、 ペーネミュンデチームのメンバーと連合軍に先んじてコンタクトを取ることに成功した。アメリカ陸軍がその兵器計画に誘導ミサイルを加える予定であることを知っていたトフトイは、まず本国に外伝を打ち、ドイツの科学者の尋問と雇用のために、彼らをアメリカに連行する、要進言するために単身ワシントンに向かった。当初、トフトイはアメリカのミサイル開発に必要な人材として、 300人のドイツの科学者と技術者の渡航を要請したが、国防総省はこれを聞き入れず、100人までしか受け入れないと回答してきた。と太いは、さらに食い下がったが、結局127人で妥協せざるを得なかった。このドイツ人科学者移送計画こそが、ペーパークリップ作戦と呼ばれる軍事作戦であり、フォンブラウンを含む科学者たちは、1945年9月までに、 アメリカに到着した。トフトイもワシントンへ戻され、陸軍の誘導ミサイル計画に対する責任を任されることになった。トフトイと彼の部下立つ。机の向こう側に座る中央の人物がトフトイ。1952年、トフトイはアラバマ州のレッドストーン兵器省にある兵器ミサイル研究所の所長に任命された。同研究所は、 陸軍誘導ミサイルとロケット開発の計画及び技術管理監督に対して責任を負っていた。その後2年間でレッドストーン兵器省は陸軍の最も重要な技術センターのうちの一つと認められ、トフトイはレッドストーン兵器省を統率する初の将官として今日の同行渉の土台を作った。 トフトイが司令官であった1952年から1958年8月の期間にレッドストーン兵器省は陸軍のすべてのミサイルとロケットの研究開発、調達、生産、保管、維持及び支給に対して責任を負うようになった。1958年3月にトフトイはレッドストーン兵器省の陸軍兵器、ミサイルコマンドの副司令賞官となり、 メリーランド州アバディーンのアバディーン性能、試験場司令官に就任する1958年8月まで、レッドストーン兵器省に滞在していた。と太いは、健康上の理由のため1960年に陸軍を退役したが、ノースロップ社とブラウンエンジニアリング社のコンサルタントとして迎えられた。しかし、退役から七年後の1六十七年四月十九日、 4度の手術の開なく、ワシントン DC のウォルターリード陸軍医療センターで64歳で、この世を去った。トフトイは、アーリントン国立墓地に葬られ、1969年にアメリカ陸軍武器下の栄誉の伝道に名を連ねた。ナイケー・ジャックス、オネスト・ジョン、コーポラル、レッドストーンの前で、フォン・ブラウンと歓談するトフトイ。トフトイは、同級生など身近な者たちからは、 ルディというニックネームで呼ばれ、ハイスクールを卒業する前には旧式のガソリンエンジンと自転車の部品から自動車を作るなど、すでにその才能の片鱗を見せ始めていた。彼の作った自動車は、地元の新聞でも報道されたほどだった。また、芸術的センスもあり、レタリングや一コマ漫画、グラフィックデザインなども得意だった。また、トフという祭りが好きで、退役後の晩年は、 メキシコ湾に足しげく通っていたという。トフトイは軍人であったが、軍人というよりも技術者としての熱意がアメリカ陸軍を動かした。彼は最初、ホワイトサンズ性能試験場で V2 ロケットをはじめとするミサイルの試験をしていたが、より理想的な研究用地を求めていた。ミサイル開発の物体となったハンツビルのレッドストーン兵器商は、 第二次世界大戦後の1947年から弾薬の生産を中止し、大戦で使い切れなかった砲弾の倉庫と自動車の工場となっていた。と太いはそれに目をつけ、国防総省に対して粘り強くミサイル開発の必要性を解き、購買に出される寸前の同交渉をミサイル開発に使用することを許可させた。 トフトイは V2 ロケットを元にしたレッドストーンを開発している最中もただのコピー品でなくもっと様々な目的のミサイルを作りたいと願っていた彼の熱意は次々に形となり多くのミサイルを世に送り出したことで陸軍でもその名を知られるようになっていくがトフトイはそれは自分のことであるとは決して自分から言わず 自分の功績に奢ることも満身することもなかったという。ミサイル開発に執念とも呼べる情熱を傾けたが、正直な性格で常に謙虚な姿勢を貫いた親しみやすい人物であり、同僚、同期、部下、家族はもとより、レッドストーン兵器省の地元のハンツビル市民にも愛された人物であった。と太いを叩えるレリーフ。最後の行に、ミスターミサイルの文字が見える。 トフトイは1958年に陸軍長官から陸軍主君賞を授与されている。また、その他に陸軍軍行賞、陸軍功労賞、聖度制賞も授与されている。彼が推し進めたロケット及びミサイル開発は後に核弾頭を搭載した大陸間弾道ミサイルのような大量破壊兵器を生み出すことにもなったが、彼の没後にロケット開発が 半地球速位システム衛星通信、衛星放送、気象衛星などの現代人の生活に密着した宇宙の活用にもつながったことも無視できない。ロケットを兵器に応用することについては、ミサイル開発をあくまで経由点と捉え、最終的に宇宙旅行を目指したフォンブラウンとはスタンスがやや異なる。ロケットやミサイルの有用性をいち早く見抜き、 より長距離の弾道ミサイルの開発を提案していたが、当時のアメリカ陸軍はミサイルを大砲に変わる戦術兵器として捉えており、戦略長距離弾道ミサイルの開発に対する関心が低かった。アメリカ軍は長距離攻撃には V1 飛行爆弾の思想から派生した巡航ミサイルを中心に考えていたのである。その巡航ミサイルでさえ、 近年のトマホークのような超低空飛行ではなく、またドール、メース、レギュラスのように高々旅を飛行する無人飛行機爆弾とも言うべきもので、しかもこれらは空軍と海軍の開発によるものであった。しかし、ソビエト連邦もアメリカと同様にナチスドイツの技術を応用して、独自に宇宙ロケットや弾道ミサイルの開発を進めており、 人類史上初の人工衛星スプートニク1号や有人宇宙船ボストーク1号を成功させ全米に衝撃を与えたいわゆるスプートニクショックである宇宙開発及びロケット技術でソ連に先を越されていることがわかるとアメリカ元太いの考えが正しかったことをようやく認識することになるアメリカがソ連との宇宙開発競争や 核軍拡競争で致命的な遅れを取ることがなかったのはトフトイを先頭に一定のミサイル研究を続けていたためでもある。トフトイは小さな面の町であったアラバマ州ハンツビルを世界のロケットの中心地に変え、町の発展に多大なる貢献をした人物として地元でミスターミサイルとして知られていた。ハンツビルのビッグ。 スプリングパークにその功績を称える記念碑があるが、これは、トフトイが、レッドストーン兵器賞を離れる1958年に、彼に敬意を表する市民の手によって建てられたものである。サージェントミサイルの模型に触れながら、ミサイルを審査するとフトイ、ありがとうございます。